こんにちは、チャールームへようこそ。今はですねちょっとシャワーを浴びて、まだ寝起きの状態なので、すっぴんなんですが、こんな状態ですいません。明けましておめでとうございます。去年もですねたくさん、ジープの、動画だったりをアップさせてもらったんですけれども、初めて、チハルームを見てくださった方も改めて、ありがとうございます。そしてずっとこうチハルームを、見続けてくださってる、方々も、ありがとうございます。今年もですねいろいろとこうジープでいろんなとこ旅したりですとか、あとこう普段の私の様子を皆さんに見ていただいて、笑って楽しんでもらえたらいいなと思っています。はい、というわけで、今日はですね、私の、大好きな愛車、ジープでこうお出かけする時の、その準備、朝のこう準備を皆さんに見ていただきたいと、思っています。ね、しかもやっぱりこういうご時世なので電車とか、まあ、バスよりも安心して移動するのはやっぱり車かなと思っているので、そういうこうドライブする時の、私のちょっとっていうかすみません、朝のちょっとこう準備してるそういうところも見ていただきたいと思っています。そしてそうですね、その準備のこう雰囲気なんかも楽しんでもらえ言ってんのっていう感じなんですけれども、楽しんでもらえたら嬉しいと思います。本年もどうぞよろしくお願いします。あ、気持ちいいですね、天気が良くて。では早速メイクをしていきたいと思います。メイクする前に、私が、気に入っている、イソップのこれヘアのこうルームスプレーなんですけれども、こういうのをねちょっとこうお部屋にシュシュッとかってやると気分がちょっと高まるので、香りでこうちょっと安らぎながらメイクをしたり、あとヘアミストを先にこうシュシュッとしたりとか、してからメイクすることも多いですね。ではまず化粧水からしていきたいと思います。最近もうなんか冬でめちゃくちゃ乾燥するじゃないですか。なのでしっかりとこう保湿してくれるものだったりとか、あとはもうなんか内側にしっかりこう浸透してくれて、こう張りを与えてくれるものとか、そういうのをよくね使うことが多いです。あと紫外線対策でシミをこう作らないようなものの成分がしっかりとこう含まれているようなものをちゃんとこう中にこうね入れてあげて、外側だけじゃなくてこう内側からもこうねしっかりとこうお肌を大事にしていきたいなと思っています。残ったのはこの首の方とかに入れていってあげたりしています。化粧水の後は、あとは乳液を入れていきます。こちらですね、をプッシュぐらいして馴染ませてます。こんな感じで、なんかねちょっとこう仕事が続いて疲れてたりとか、そういう時は私よく行っているクリニックがあって、銀座にあるオリジナルビューティークリニックっていうとこなんですけど、そこに行ってちょっとなんかこう疲労回復点滴とかそういうのがあって、美白になる点滴だったりとか、そういうのを、ちょっと、ね、入れてもらって、そうするともうその日の夜からこう肌がやっぱり張りが生まれたりとか疲れが取れたりするので、1ヶ月に1回ぐらい通ってるんですけど、そこで、こちらの2つよく買ってます。私が、最近気に入って、
使っている美容液になるんですけれども、アロンザ X ポイントクリアネオっていうんですけど、これがすごいよくって、私メックさんにおすすめしてもらって使ってるんですけれども、これはね、ヒト幹細胞って聞いたことありますか？ヒト幹細胞のその原液のエキスが 10% もこの、美容液の中に含まれてて、そのヒト幹細胞エキスって何って思う方もいらっしゃると思うんですけど、もともと持ってなかった新しいその細胞ができて、その細胞をすごくこう肌を浸透させながらアプローチしてくれる、すごくねアンチエイジングには欠かせない成分がたっぷり入ってるんですけれども、これ使ったら結構ね肌が美白になったりとか、あとは潤いがしっかり続くんですね。なのでこれは欠かせないものになりましたね。では塗っていきたいと思います。もう本当にねこれシミとかにもすごいよくって、今あるこう私が持ってるシミとかも薄くしてくれたりとか、あとはシミができにくい肌にしてくれるんですよ。だこれを使ってれば本当安心で、ちゃんとこう中まで潤って、ヒト幹細胞って今ね結構人気で、あれですよね、よく聞く方もいると思うんですけれども、知らない方のためにさっき紹介したんですが、本当に新しいこう細胞ができて、それで浸透力も高めながら若返りでアンチエイジングにもすごく効果が出るので、こういうものに頼ってですね、楽しい40代を送りたいなと思っていますね。本当にこうもっちもちになるんですよ。ほら吸い付く肌に慣れて、でこの後こうメイクをしていってもちゃんと張りも出て、それでツヤ感もアップするので、おすすめです。中に入ってきました。残ったのはもったいないので手にもなじませて自然になじませていきます。はい、こんな感じ。はい、こんな感じで、肌の下地が、ちゃんと整ったので、この後は、メイクをして部屋を仕上げて、そして、ちょっと着替えて、お出かけする格好に着替えていきたいと思います。また後で。こんな感じで、メイクを、仕上げて、そしてヘアも、ちょっとバームとオイルをこう塗って、それをこう混ぜてクシュクシュ揉んだんですけれども、巻きすぎずにちょっとなんかふわっとゆるふわな感じで仕上げてみました。そして今日はね、ドライブデートっていうことを意識したので、もうほんとゆるっとこういうなんか1枚のワンピースをさらっと着たんですけれども、運転もしやすくて、いろいろこうねカフェに行ったりとかレストランに行ったりとかしててもこうゆったりと気持ちよく過ごせるようにワンピースにしてみました。ちょっとこう背中が開いてるんですけれども、これもちょっとなんか大人のこうワンピースでカジュアルですっごい楽ちんなんだけれども、ちょっと背中は大人ですみたいな感じの、装いにしてみました。これからお出かけに行っていきたいと思います。はい、じゃあこれからですね、ちょっとカフェに行きたいんですけど、そこのカフェはすごいなんか私がめちゃくちゃお気に入りのカフェで、コーヒーも美味しいんですけど、店内のね雰囲気とかもすごい開放感があってよくって、ぜひ皆さんにもそこも紹介できたらなと思って今日向かってます。
こんな感じで買ってきました。このカップの色合いといい、ね、すごく可愛くないですか。こんな感じでラテを注文して、あとは浅煎りの豆を注文したんですけど、これ全部写真のパッケージがそれぞれ違うんですけど、そのパッケージもすごいおしゃれで可愛いので、いろいろ集めてみるのも楽しくなると思います。今回はエチオピアにしました。ブラジルのパッケージもねすごく可愛いんですよ。あとはこちらの私の大好きなカヌレ、こちらも買いました。ラテと一緒にいただきたいと思います。いただきます。美味しい。あー、これだーって感じですね。このエスプレッソのまた苦味とこのミルクがね、またすごくこう安らぎを与えてくれますねやっぱこういう空間が、自分がこう好きなこう空間だったりとか、そういう落ち着ける場所がね、あるっていうのはいいなと思ってて、ちょっとドライブしながら一杯のこうラテを求めて結構ドライブしたりもする日が多いんですけど、今日とかはすごい天気もいいから、こうちょっとこう緑に触れたりとかしてほっとこうリラックスできる場所がなんかねあるのはいいですね、うん、そう、なんか一杯のラテとそうなんかちょっと甘いものっていう時に、そうカヌレは最近好きですね。いただきます。このサイズ感が良くない？また結構もうちょっと大きくなるけど、この食べやすい一口サイズが、まあ、一口ではいけないですけどうん、美味しい。だいぶしっとりな感じで、うん、すごいほろ苦い感じの、うん、しっとりとして後からこう甘さが来る感じで、これはラテと合いますね、うん、はい、今日はですねこんな感じで、朝起きて、ドライブに行くまでの、そういう試作の、普段の私の様子だったりとか、あとは今日おすすめのカフェも紹介させてもらいました、よかったら、こちらのカフェも皆さん行ってみてください、この後もですね引き続き、チハルームでは大好きなジープの動画だったりとか、あとは他にも好きなレストランとかそういうのとかも今年はいろいろとこう上げていきたいなと思っているので、皆さんに楽しんでもらえるように、動画たくさんお届けできるように頑張ります。では今年もよろしくお願いします。というわけで今日も動画見ていただきましてありがとうございました。バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。宮町春でしたよし